はい、大橋子と申します。よろしくお願いします。チューニングがめちゃくちゃ狂っちゃう。坂本さん、もうちょっと繋いでもらってよろしいですか？無口なもので何言ってるか分かんないけど緊張しちゃって彼も佐田君しか歌えないですからね。佐田君の2曲、今日はしかも彼の最高のぐらい暗い歌は2曲続きます、はい、ありがとうございます。ですね、さっき佐藤さんにも紹介してもらいましたけど、佐田まさしばりという本当に佐田さんのファンばっかり集まって佐田さんの曲をやるという、それのライブの主催をしております。もう8回続けて、あと2回やれば10回という、まあ、そこまで区切りで頑張ろうということで、この間も坂本さんと話をしたんですけども、あと、2回の佐田まさしばり、何をやるのかまだ何も考えてませんが、本当にね、憧れなんですよ。佐田さんにとってみたらこの坂本さんというのは皆さんわからないと思いますけれど本当に我々にとっても憧れ以外の何者でもなくって、その坂本さんがなんでここで一緒に弾いてくれるんだという、そういう思いでいつもずっと弾いてるもんですから、もう本当にいつも毎回毎回緊張して緊張して緊張して、今日もリハーサルの時に大変そこコード違うって怒られながらやっておりますけれども、せっかくこの時期ですので、佐田さんの一番最初に売れた曲ですね、精霊流し
で最初に弾いた曲が俺の歌だ。多分もうね、DNA がね、坂本ギターに侵されてますんで。でその坂本さんの曲の中でも本当にサダファンがもうこのギターの音色が聴きたいっていう曲が何曲もあるんですけども、今日はとにかくね、彦ドラえもんで久々に歌わせてもらうということで。遠慮なく暗い歌を選んでこようと思って、坂本さんのギターの音色が、そうですね、あの Facebook で上げたら、坂本さんのギターの一番いい音色の曲をやりますって言ったら、真っ先にポンと出たんですよ。これは？そうなんですよ。それぐらい人気のある坂本ギターの曲をやらせていただいて、紅白だね。そう、紅白。あの方はね、紅白だとね、長いって言われて、あの頃はサンプラーとかなりだいぶカットして、感想も半分ぐらいにしてやったんですよ。あれ話長いんだけど、話すると3日目が入るんですよ、皆さん3分に尺締めるんですよ、全員がね、ジュリーも皆さんも、佐田君だけ4分越したんですよ。だから違う会場リハーサルのスタジオで、で当日前の日のリハで全員会うんですよ。でやるんですよ。そしたらね、ちょっと怒ったんだよ、歌手が。なんでさ、長いんだだけ当たり前のね、帽子投げる人が。ひばりさんがいいんじゃない一言です。シーンで、また二人でよかったなって言って、ね、あれが最初で3分超えた。そうです、うん、で、あの年確か出演者一組少ないんですよね。私の朝シェイでのせいだったと思います。という曲をやらせていただきます。映画の主題歌になった曲でもありますけども、咲き森の歌。教えてください、この世に生きとし生けるもの全ての命に限りがあるのならば、海は死にますか、山は死にますか、風はどうですか、空もそうですか、教えて。答えて
全てを命に約束があるのなら春は死にますか秋は死にますか夏が去るように冬が来るようにみんな行くのですか命のきらめきを信じていいですか言葉で見えない望みと言ったものを去る人この世に生きとし生けるもの全ての命に限りがあるのならば海は死にますか山は死にますか春は死にますか秋は死にますか愛は死にますか心は死にますか私の大切なふるさともみんな見て しまいますか どうもありがとうございました。